先日行われたルヴァンカップ決勝で見事優勝を果たしたアビスパ福岡。改めて試合開始前の盛り上がりから振り返りましょう。東京国立競技場に来ました。ついにこの日、いよいよルヴァンカップ決勝です。私も選手たちの後押し頑張ります。皆さんどちらからいらっしゃったんですか？福岡から。博多から来ました。何対何と予想しますか？1対0で現実1対0です絶対勝つぞ。今日はどんな試合を見たいですか？山岸選手がゴールするところ。ボル勝ちで4対0くらいで絶対勝つぞアビスパ。今日どちらからいらっしゃったんですか？今日は福岡から。あ、福岡から、はい、誰のファンですか？すいません、山岸です。もしや、おー、ヤマピース。国立で勝つぞ。今日の試合いかがですか？優勝して、まあ、ここに星がつければタイトル取るぞ。国立競技場は気合十分のアビスパサポーター。今アビスパの選手たちが入場してきました。サポーターも大盛り上がりです。試合開始前から声援で後押しするアビスパサポーター。浦和レッズのサポーターにも負けていません。目指すは優勝のみ。両チームのサポーターがコレオを披露し、最高の雰囲気の中試合開始です。試合は開始早々に動きます。相手ゴールキーパーからのキックをクリア。そのボールをつないで右サイドの今野へ。今野がドリブルで仕掛け、そのままグラウンダーのボールを中へ蹴り込むと、走り込んでいた前が決めて先制。幸先のいいスタートを切ります。森山がシュート。これは惜しくも相手ゴールキーパーに止められます。相手は過去2回優勝経験がある浦和レッズ。反撃をしてきますが、体を張ったディフェンスでゴールを死守します。するとまたアビスパにチャンス。セットプレーからのヘディングシュートを放つも、ここは相手ゴールキーパーのファインセーブに阻まれます。そして前半のアディショナルタイム、相手ゴール前からこぼれてきたボールを今野が拾い、ゴール前へグラウンダーのパス。これに宮が合わせて2点を先取し、前半を折り返します。後半もアビスパの勢いは止まりません。グローリがドリブルでサイドを駆け上がり、そのままゴール前へ突破しようとしたところでファール。 PK を獲得します。キッカーは山岸、ゴールキーパーは元日本代表の西川です。西川にコースを読まれてしまい、止められてしまいます。するとここから流れが変わり、浦和の猛攻が始まります。
して浦和の秋元に1点を返されてしまいます。この嫌な流れを止めようと小田を投入。準決勝で怪我をしてしまった佐藤と同じ東福岡の同級生です。浦和もどうにか同点に追いつこうと必死で攻めてきますが、アビスパも集中を切らさずに守ります。アディショナルタイムにはあわや失点というシーンもありましたが、最後の力を振り絞って守ります。そして歓喜の瞬間が、アビスパに新たな歴史が刻まれました。ルヴァンカップ優勝を果たしたアビスパ福岡の選手たちに試合直後の感想を聞いてきました。おめでとうございます。ありがとうございます。初の国立で初のタイトル獲得、星をつけることができました、はい、今のお気持ち聞かせてください。いやもう本当に嬉しいです。 FC 農協の優勝を経験されたと思うんですけど、はい、その時と今のお気持ちの違いを教えてもらえますか。あの時はベンチにいて出れなかったんで、まあ、悔しい気持ちがしかなかったですけど、今日はしっかり試合に出て、まあ、勝つことができたんで、まあ、嬉しい気持ちしかないです。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝した瞬間ピッチに立ててよかったですね。今までの試合何度もヨーガのためにという言葉がありましたけれども、はい、それを捨てされました、はい。まあ、高校の時も一緒に優勝しましたし、まあ、プロでもそういうことができて嬉しいですけど、次は2人で、ピッチに立って一緒に喜びを分かち合いたいなというふうに思います。アビスパがさらに上に行けるように頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。番組後半でも試合後の選手たちのインタビューをたっぷりお届けします。大丈夫です、はい、すいません、はい、嬉しいです。代わってここは筑後市の筑後広域公園の中にあるサッカーコートです。ここで練習しているのは八女学院女子フットボールクラブというチーム。私たちは今高等部と中等部、カテゴリー別にチームを構成してますけれど、高等部に関しては部活動で、中等部に関してはクラブチームという形で、チームの方を構成しています。そう話すのはこのチームを立ち上げた樋口監督。このチームには他にはない特徴があると言います。まあ、基本的にはサッカーチームですので、サッカーというトレーニングを主にやってますけれど、フットサルにも力を入れてトレーニングの方もやってます。実はまだ3年前に創設したばかりという八女学院女子フットボールクラブ、サッカーだけでなくフットサルにも力を入れており、なんと両方の大会で優勝するなど急成長しているチームなんです。
女子サッカークラブを作ったのには監督のある思いがありました。トレセン活動で九州の子たちを見させていただく中で、やはりこう九州の子たちが残念ながら関東関西に流れていっているっていうのが現状であって、九州のレベルを、女子のレベルを上げるっていうところに着目した時に、自分に何かできることがないかっていうところで、女子の世界に飛び込んできたっていう形です。アビスパ福岡の指導者として12年間在籍していた樋口監督は、女子トレセンのコーチも務めていました。そこである問題に気づいたのです。女子の人口が、男子に比べると少ない中で、やはりこの中学生に上がる時っていうところが、一つ女子の世界では人口が減ってしまう原因になってます。でそこを、女子の子たちがサッカーを、中学生になってもやめないっていうところでは、一つ受け皿を持つことっていうところが私たちの役目かなと思ってますし、サッカーがしたくてもできる環境がまだまだ少ない女子サッカーの現状、その子たちを受け入れるために作ったクラブチームなんです。目標は日本一なので、そこを目指して頑張ってます。受け入れるだけではなく、高い目標を設定している八女学院女子フットボールクラブ、その目指している場所とクラブチームの在り方について次回は紹介します。この後はリーグ終盤戦、ギラバンズ対松本山雅の試合を振り返ります。先週行われたギラバンズ北九州対松本山雅 FC との一戦、リーグも終盤、勝ち点が欲しいギラバンズ、試合開始早々にピンチが訪れます。相手が隙をついてロングシュート、これは吉丸がファインセーブ。ギラバンツも反撃に出ます。ボールを奪ってカウンター、左サイドの岡田へパスすると、その岡田がシュート、惜しくもキーパーに弾かれてしまいます。一度弾かれたボールを回収し、それを左サイドからクロス、ゴール前の本線からミケルアグがシュート、これもあと一歩のところで決めきれません。
祝勝会の様子をたっぷりお届けします。MVP を取った前選手が来てくれました。初の取ったら獲得です。今の気持ち聞かせてください。いやー嬉しいですね。本当に最高な気持ちです。試合終わってから MVP 発表までにちょっと自分かもみたいな気持ちがありましたか？ありました、はい、やっともし一つユニフォームつけることができました。まだこういう歩みを進めていけるようにまた一緒に頑張っていきましょう。続いては信用できる男でおなじみ湯沢選手です。本当に僕4年目で J2 からいるんで、どういうチームかも分かってるし、福岡がだからまあ一つこうなんていうんですかね、福岡を盛り上げるじゃないですけど、こうアビスパが福岡県民に認められるようなこう一つの出来事だったと思うんで、まあそこはすごく嬉しかったなって思います。ルヴァンカップで大活躍の注目の若手森山選手。ユースからずっとアビスパでプレーしてきて、国立の舞台に立てたことっていうのがまず嬉しかったですし、まあ、絶対結果残そうって思ってたんで、まあ、前半で交代しましたけど、チームとして勝てたことっていうのがすごい嬉しかったです。まあ、浦和さんの迫力もありましたけど、まあ、自分たちのサポーターの声っていうのはすごい届いてたんで、まあ、そういった部分も含めてチーム全員で戦ったクラブで戦った試合だったかなっていうふうに思います。ありがとうございます。最高の応援ありがとうございました。アビスパの歴史をまた変えることができたんで、ユニフォームの上に星をつけることができたし、そのために今シーズンここまでやってこれて本当に良かったです。決勝ゴールを決めた宮選手も来てくれました。今日こういう大きな舞台で点取ることができて嬉しいなと思います。得点取れるセンターバックがいいなって自分自身で思ってるんで、まあ、その形がようやくこの舞台で形になることができてよかったなと思います。整えられたよ。おめでとうございます。失点はありましたけど、置いてやられなければ勝てるって思ってたので、それだけ信じてやりました。最初失点に抑えられたからこそ、まあ、チームとして優勝できたかなと思います。押し付けましたよ。最高です。あ、いいですね。喜びすぎてぶっ壊れました。ここ本当ですか？なんかここにボールついてたんですけど、なくなりました。これで飛びすぎて僕どっか飛んでいきました。初のタイトル、国立での舞台でしたけれども、いかがでしたか？まあ、ここ出る前にソータン君に話してて、いや、やばいぞね、アビスパのサポーターの声やばいぞ、鳥肌立ったぞみたいな、今回全然アウェーじゃないからって言って出たんですよね。そしたら本当にその通りになってて、もうすごいパワーをもらったし、まあ、本当チーム全員で掴んだ優勝だなと思います。魔物はいましたね。PK 外しちゃったんで、まあ、チームに迷惑かけたんですけど、やっぱ 2-0 から 3-0 だったらゲームセットだったと思うんですけど、そこから1点取られてしまったけど、まあ、ディフェンス陣中心にすごい集中力高く守ってくれて、まあ、チームスポーツで最高だなって改めて思ったし、まあ、次は自分がチームを助けたいな、そういう存在になりたいなっていうふうに思うんで、本当にアビスパーの歴史を変えたところで星がついて本当に嬉しいです。まあ、これは選手だけの力じゃなくて、本当にサポーターの皆さんのパワーっていうのが自分たちに伝わってきましたし、福岡から大勢の方が来てくれて本当に嬉しくて、今日一緒に喜べてよかったなと思います。そしてルヴァンカップが終わって2日後の月曜日、市役所前広場には多くのアビスパサポーターの姿。その理由は、アビスパ福岡。福岡市長の計らいで祝勝会が開催されたからなんです。そこで言葉を振られた前選手。最高です。決勝点を決めた宮選手も。最高！最後は佐藤選手の博多手一本で締めくくり。博多手一本いきます。よー、もう一つ、よー、さん、はい、ありがとうございました。
前広場でも祝勝会。ここでは奈良選手がインタビューに。嬉しさと苦しかったことも、そういうものが混ざり合う感動、感謝、感謝と感激、感謝感激。サポーターから奈良ポールが起きると、続いて前選手が出てくると、ここでも前コール。最後はアビスパのキング、ジョーゴ選手。みんな気持ちよさそうですね。あの時の自分に言ってあげたい言葉、お前の選択は正しかったんじゃない？またこれから一緒に強いアビスパを作っていきましょう。引き続きよろしくお願いします。